スノーマンメグロレン、一日入れ替わりたいメンバー明かす阻止したいこととはモデルプレス2023-0407、スノーマンのメグロレンと深澤達也が、6日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組、スノーマンの元のまんま文化放送、毎週木曜21時から21時30分に出演。一日入れ替わるならメンバーの誰になりたいのかについて明かした。 メグロレン、一日入れ替わりたいメンバーはメンバーと一日入れ替わるなら誰になりたいのか聞かれたメグロは、ふっかさんと深沢と回答。メグロは、俺、あんまり趣味がなくて、ふっかさん趣味多いじゃないカードゲームやったりとか、買い物とか、趣味が多いイメージがあるから、そういうのを味わいたいと理由を明かした。さらに、先日買い物に行ったそうで、 深澤と入れ替わりたい目黒の理由を聞いた深澤本人は、買い物に行ったら店員さんが洋服を持ってきてくれるから、と買い物中の様子を話すと目黒は、本当に自分が欲しいものだけ買いなさい、と勧められたものを購入してしまう深澤のことを阻止したいという。